小田急バス、り戸営業所。小田急バス、り戸営業所は、神奈川県川崎市摩区り戸にある、小田急バスの営業所である。川崎市北部、横浜市北部と東京都稲城市の路線の一部を担当している。営業所略号は E。川崎市主要地方道光多摩線に面した場所にあり、誘導員が安全確認と誘導を行っている。 小田急バスで唯一神奈川県にある営業所で、所属車両のナンバープレートは、川崎ナンバーである、若林営業所は、品川ナンバー、世田谷ナンバー、吉祥寺、武蔵坂井、小前、町田営業所は、玉ナンバー。町田営業所から移転してきた整備工場を併設し、将来的には、小田急バス全車両の車検、整備を当営業所へ集約する計画がある。 2013年6月2日に、道区西幾田2-7-20にあった小田急バス幾田営業所から移転して開設した。本校では幾田営業所についても開設する。新百りが丘駅と千代が丘を下平尾経由で結ぶ路線で、千代が丘へと向かう路線としては遠回りである。2000年に新設された新霊7は、新百りが丘駅から読売ランドへのアクセスのほか、 細山地区の輸送も担っており、新霊7が運転されない、時間帯の細山地区は、新霊3の幾多折り返し場発着便が運行される。夜に運行される、新霊7は、日中便とは全く別路線となり、新霊2、下記と新霊3を組み合わせて、循環にした路線である。新百りが丘駅と千代が丘を結ぶ路線は、千代が丘一丁目経由の、 心霊2と金ほど経由の心霊3、心霊7の2線がある。平日の日中から19時台と土日の朝から19時台は15分間隔で運行されている。麻生区北端部の向原地区と新百合川丘駅を結ぶ路線で1時間に2から4本程度運行されている。心霊3、心霊7の視線的役割を持つ路線で金ほど4丁目から心霊3。 新霊七と別れ、金ほど中学校から向原2丁目の間で一度坂を降り、そこから終点向原まで上り坂を上がる。終点の向原は、住宅地でありながら、ところどころに畑がある、川崎市浅尾区の市街化調整区域であり、バスは片側一車線の道路の終端部にある、折り返し所で折り返す。新百合ヶ岡駅から、白山地区方面へ向かう。上りと館内で、 主観的役割となっており、特徴として新百合ヶ丘南部の住宅地を一通り経由していく。新十は新十五の支線とされ、日中は20分に1本の間隔で運転されている。小田急バスと川崎市バスが交互で運転されるのが、基本で共通定期券の取り扱いもある。新十五は新百合ヶ丘駅から新福寺バス停近くにある。 大屋折り返し場を結ぶ。最終が二十一時台と早いが、二十三時台の、最終までは大屋から先、新福寺経由で新百合ヶ丘駅に戻ってくる。新十八が運行され、本数は新、新十五、新十八いずれも一時間に四から六本、設定されている。白山地区は、坂が多く、新百合ヶ丘駅から近い停留所でも、徒歩で駅に向かうことは、不可能に近いため、 全区間で利用者が多い。大谷折り返し場に近い白散北緑地前や日清住宅では、住み残しも発生する。病院への通院や高校、大学への通学路線であると同時に、西長沢、は、東長沢地区への足としても機能しており、新十七は、同じ役割を持つ百一との重複区間である。原天前から、聖マリアン内科大学が1時間8で運行される。 聖マリアン内大病院は、川崎市西部では、数少ない大病院で、東急田園都市線、小田急線方面へと放射状に、バス路線が伸びている。そのため、待機も可能な広いバスロータリーが設けられている。新十九、新二十は、市立市黒川道路の新百合ヶ丘方面延伸に、伴い、1998年、平成十年に新設された。当初は、 白山小学校、現、白山北緑地経由の新十九のみであったが、2002年に新二十が開業すると、午前は、往路、新十、復袋、新十九、午後は、その逆という、片方は、学校輸送、もう片方は、新十七の保管という運行へと変わった。吹き込み停留所は、新十九点二零新設当時は新百合川オ行きが、午後にしか走らない。 不便な停留所だったが、現在では多摩プラーザへ向かう、新25もあり、多少は利便性が向上した。新25は2003年、平成15年7月15日に新設された、小田急バスの一般路線としては、初の多摩プラーザ駅乗り入れ路線。おおむね1時間に1から2本の運転で、東急バスとの共同運行路線となっている。入口、駅で、 上降の場合は、横浜市内運賃220円となる。101は西長沢経由で、聖マリアン内科大学まで運行している。百合ヶ丘駅発着路線の中では、本数が最も多く、日中は15分に1本の間隔で運転されている。百合ヶ丘駅は前日した新17の終点、新百合ヶ丘駅と比べ小さな駅で、 小田急線の優等種別が止まらないなど制約が多い。ものの、聖マリアン内科大学や、途中の東長沢、西長沢地区においては、幾多に次いで近い鉄道駅であるため、単に小田急線を使う乗客の多くは101、系統を利用している。102は、団地坂上、大谷を経由して新百合ヶ丘駅までの路線。以前は、全便が、大谷折り返しだったが、 大谷折り返しは、平日夜の百合ヶ丘駅発と平日早朝の大谷発の位置を往復のみで、ほとんどが新百合ヶ丘駅まで足を伸ばす。読売ランド前駅近くの高台にある寺尾台団地から読売ランド、京王読売ランド駅を結ぶ路線で、寺尾台団地には折り返し所がないため、寺尾台一丁目、寺尾台団地でループ上の折り返しを行っている。 平日3往復、土曜、休日6往復のみ、京王よみうりランド駅より、先の矢野口駅まで運行している。よみうりランドへのアクセスのため、平日よりも休日の方が、本数は多く、開園時間帯は15分間隔で運行している。長期休暇や連休になると、よみうりランドからの帰宅客で大幅に遅れるために、増発便が設定されるが、よみうりランド前駅からは、 至近距離にあるためか、読売ランド前駅からバスを利用する客の大半は、館地区に向かうバス待ちの客である。2013年6月2日の上りと営業所移転に伴うダイヤ改正で、寺尾大団地、矢野口駅の便、京王読売ランド駅から矢野口駅に延伸する形と、土曜、休日のみ、矢野口駅読売ランド前駅の便が新設さた。 読売ランド前駅には折り返し書がないため、読売ランド方面からの読売ランド前駅業は、行田折り返し場方面の停留所で校舎扱いをし、行田折り返し場から階層で折り返す。読売ランド前駅発は、女子大前日本女子大東門館にある展開所で、折り返し、読売ランド方面の停留所から客扱いを行う。には、読売ランド前駅からそのまま、 府中街道へ向かい、塚戸、北浦を経由して稲田堤まで行く。稲田堤駅を通るがここでは折り返さず、一つ先の稲田堤に折り返し場があり、そこが終点となっている。稲田堤は玉川の堤防にほど近い場所にある折り返し所で、昔は玉川の渡し船連絡を行っていた。本数は少なく幾多営業所時代の末期は、平日土曜が午前中中心。 休日が午後中心で1日9本だったが、上りと営業所への移転に伴う、ダイヤ改正で平日朝の1往復のみになった。2018年1月16日のダイヤ改正で、土休日朝1本のみの運行になる。64.05は、読売ランド前駅から、西菅団地、稲田堤に至る系統だが、大多数の便が、途中の浄化。 京王稲田堤駅を終点とする読み例語である。稲田堤まで至る読み例4は、幾田営業所時代は、朝夕のみの運転だったが、上りと営業所移転時に平日朝のみの運転となった。こちらも2018年1月16日のダイヤ改正で、土休日朝一本のみの運行になる。また、西菅団地便は幾田営業所時代から毎日1往復のみだったが、 上りと営業所移転時に、平日昼の1往復のみとなった。その後に、2018年1月16日から、土休日朝の1往復になる。校10は、向こう川岡遊園駅から、専修大学生田校舎へ向かう。ほとんどが、専修大学前まで向かうが、平日の午前中と昼間の一部は、校舎北側の専修大学9号館まで行く便が、ある。 通学需要に合わせたダイヤ設定で、平日の通学時間帯は、本数が多くなるが、換算時間帯や土曜、休日は1時間に2から3本程度の運行である。高11は、向こうが丘遊園駅から浄水場通りを経て東急、田園都市線、横浜市営地下鉄ブルーライン、あざみの駅へ向かう。東急田園都市線の駅に乗り入れる小田急バスの路線は、 東急バスとの共同運行路線が、田舎で、数少ない小田急バス単独運行の系統であり、神奈川県内では、唯一の路線である。浄水場入り口菅尾館で、聖マリアン内科大学に立ち寄るため、区間内の途中停留所、長沢、聖マリアン内大入り口若田道一行ほどで、聖マリアン内科大学への往復で2回通る。区間便として、聖マリアン内科大学までの、 高12があり、聖マリ案内科大学までは、高11、高12が10分間隔で交互に運転し、その先は、高11の単独で20分間隔で運転している。ただし、土曜、休日の一部で、高12の運行間隔が開く、時間帯もある。上りと営業所からの出入小便は、早朝の上りと営業所発と夜間のあざみの発の1、往復のみの運行で、 系統番号が付与されておらず、聖マリアン内科大学を経由しない。元の向こうが丘アザミノビンは、聖マリアン内科大学を経由せず、長沢は、現在の菅生の位置に存在していた。他に、聖マリアン内科大学アザミノビンも存在していたが、東廃合により現在の形となっている。沿線に、明治、千秋陵大学の生田キャンパスを抱えるほか、川崎市、 横浜市北部を縦断する路線であるため需要が高く、これらの路線の運転本数を合わせると、かなりのものになる。平日の9時のバス本は多いところで、約25本にもなる。また、高11は、横浜市営地下鉄あざみの駅延伸開業後、同線から聖マリアン内科大学、向ヶ丘遊園駅方面へのフィーダー輸送の役割も担っている。運賃は、 川崎市内運賃210円であるが、美が丘三丁目あざみの駅間は横浜市内運賃220円となっており、川崎市内からあざみの駅行きに乗車の場合は校車停留所を申告する子で対応している。向こうが丘遊園駅から西三田団地を経由して明治大学生田キャンパス正門に向かう路線。先週大学方面の路線に比べると、 経路的には遠回りで沿線に西三田団地があるが最終は21時台と早めに設定されていた。上りと営業所への移転を機にダイヤ改正が実施され運行本数は若干減少したが最終は22時台に繰り下げられ利便性が向上している。2018年10月1日運行開始の新路線で東急バス 川崎市バスとの三者共同運行となる。小田急バスが、詐欺沼駅に乗り入れるのは、これが初である。り戸営業所への移転時に設定された。停車停留所は、蒸気のもののみである。り戸営業所発は、朝方のみ、向こうが丘遊園駅発は朝方と夕方、平日のみ、夜間に運行される。なお、り戸営業所を発着。 経由する路線はこの系統と上記の上りと営業所、あざみの駅系統のみである。上りと営業所への移転時に設定された、五反田向岡遊園駅間で、高13と並行することもあって、午後に一往復のみの運行となっている。これらの路線はすべて、幾多折り返し場への最短ルート、高石経由を走行する。幾田営業所時代のゆりが岡駅、 新百合ヶ丘駅行きは多くの本数が設定されていた。入り、出荷の少ない時間帯は1時間に1から2本程度の設定。上りと営業所への移転を機に運行本数が大幅減便、適正化され、両系統を合わせて、おおむね1時間に1から2本程度、うち平日5往復、土曜、休日4往復は百合ヶ丘駅発着の運行になっている。 先週大学の学生または教職員しか乗車できない。学生は100円で乗車できる。専用車両で運行される。上戸駅、枝駅で運行していた路線のうち、上戸駅向こうが丘遊園駅を廃止し起点を、向こうが丘遊園駅に、東急田園都市線あざみの駅開業に伴い、牛込枝駅を廃止し終点を、あざみの駅に変更。増式団地折り返し所。 増式団地とマリも廃止。現在は、高11として、向ヶ丘遊園駅やザミノ駅で運行している。廃止された、上戸駅向ヶ丘遊園駅間は、現在のカンナ中の淵24系統と同じ、ループ状の道を運行していたが、末期は、向ヶ丘遊園駅の中央銀座商店街にあった、枝方面のバス停は廃止され、上戸からのバスは、旧ターミナル内で、 転車台により方向転換し、枝方面のバス停を経由していい。淵24は現在と同様にターミナルに入らず、上り戸方面のバス停の反対側が、停留所となっていた。百合ヶ丘駅西長沢で運行していた路線で、まず高段坂上折り返し所、現在の団地坂上止まりが廃止された。西長沢折り返し所は、 聖マリアンナ医科大学までの乗り入れ後も、しばらくは早朝深夜及び、新十六新ユリガオ便の折り返し所として残っていたが、後にいずれも延伸され廃止された。さらに早朝にも、聖マリアンナに乗り入れるようになり、制限自発のユリガオ会企業及び新ユリガオ業が廃止された。平日のみ1日4往復運行されていた、紅葉地区住宅進捗に伴い、 運行ルートを変更し、新いことなった。日本女子大学の学生しか乗車できない。無料で乗車できる。専用車両で運行される。ワールド時教へ、車両もと遺憾。101、102と共に、百合が丘駅発着で運行されていた路線で、新百合ヶ丘駅入り口から先は、平尾団地へ向かっていた103と千代が丘へ向かい、 一部の便は幾多営業所へ向かっていた104があった。どちらも新百りが丘駅開業前はこの路線を中心に運行されていたが、廃止時点では1時間に1から2本程度と少なかった。新百りが丘駅入り口は経由していたものの、新百りが丘駅に直接乗り入れる各系統の方が優勢だったこともあり、幾多営業所から上り戸営業所への移転時に廃止された。 これらの路線はすべて、幾多営業所の入り、出庫便であった。幾多営業所向こ岡遊園駅路線は、幾多営業所発は朝のみ、向こ岡丘遊園駅発は朝8時台の一本と、夜19時以降の便しか利用することができなかった。幾多営業所あざみの駅路線については、幾多営業所発が、始発のみ、あざみの駅発が、終車のみの運行であり、 長沢聖マリアン内科大学は経由しない。育田営業所聖マリアン内科大学路線については、育田営業所発は朝と午後便を利用することができるが、2011年12月で平日の夕方以降の便の営業運転を廃止、聖マリアン内科大学発は夜10時以降の便しか利用することができなかった。2013年6月2日の上りと営業所移転に伴う、 ダイヤ改正で、生田営業所マリアン内か大学便は廃止となり、上戸営業所向川岡遊園駅便が新設された。生田営業所あざみの駅便は、上戸営業所あざみの駅便に変更され、生田営業所東、生田小学校前を経由しなくなり、多摩警察署前を経由する。2017年2月15日までは、上戸営業所の管轄だったが、 2017年2月16日をもって町田営業所に移管された。新22はかつて町田営業所が新百り川丘駅始発便を除いて担当していた路線で主に中休みやラッシュ時のバス待機の際に運行されていたが2012年8月1日のダイヤ改正により新百り川丘駅始発分唯一担当していた幾多のみとなった。また、 ダイヤ改正により運用は早朝に大谷方向へ行く一本のみとなった。残った一本についても2013年6月2日の上りと営業所移転に伴うダイヤ改正で廃止された。一般路線車は基本的にイスズエルガノンステップ車に統一されている。かつてはイスズキュービックの富士重工業製車体火奏車が主力でその中には 幾田独自の車両として標準尺者、L 尺よ、社長が短い短尺者、K 尺も含まれていた、外観ではホイールベースや窓の寸法の違いで識別できたが、由来については晩年は標準尺者並みの配置になり、KC 代が短尺者として最後まで残った。町田営業所と共に、給料地帯を走る路線が多いことから、他の営業所と異なり高出力車が導入されてきたが、 近年はエンジン性能が向上したこともあり、他の営業所でも高出力車を導入している。上りと営業所の開設に合わせ、一般路専用の新車が10台導入されている。2013年10月以降、小田急バスのマスコットキャラクター、キュンタの誕生一周を機に 08E9257 号車が、キュンタラッピングバス、ベースカラーは、黄緑色として、運行を開始した。 また、幾多研修所の開設に伴い武蔵坂井、営業所から転入の教習用車両も配置され、吉祥寺営業所申請配置だった、三菱不装、エアロスターが2台在籍していた。車番は、他の小田急バス一般路線車と異なり、営業所略号がなく、番号も400番台となっているため区分が可能。教習用として使用されることが多いが、運賃箱は、 装備されているため、時折一般路線運用に入ることもあった。その後2015年4月より、自家用登録、白ナンバーに変更され、幾多研修所に配置された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。